On June 1, 2022, an event was held to celebrate the 10th anniversary of the Japan Association of New Economy. Jane is the newest economic organization in Japan, and Mickey leads the association as the representative director. Established with an aim to promote innovation, entrepreneurship, and globalization. Jane has a diverse membership of companies that ranges from startups to major industry leaders. Jane has made countless proposals and statements to the government in the past to push for digital transformation through regulatory reform and markets creation. For instance, it has pushed for the use of IT in public administration and advancements in the sharing economy. ミッキーヴァイス・レプレゼンティブ・ディレクター、進むフジータ、いろんなね、はい、まあ10年間、さっきちょっと写真で出てましたけど、われわれはかなり若かったかなと思いますけれども、2012年間に指導して以来、まあ、いろんなことをやってきたかなと思いましそうですね、本当はあの、まあ、やっぱり10年振り返ると、今日昨日発表になってたあの新しい資本主義の、まあ、概要みたいなのを見てると、 まあそこにまあアントレーナーシップとかあとデジタル化とかイノベーションといった言葉が盛り込まれて本当にあのまあやるべきことをちゃんと正しくやってきたんだなっていうような実感が本当10年経って今得られてますね。始めた頃本当あの薬のネット通販一つ買えるのにものすごく反対はされたし今考えると当たり前だろうと思うんですけどあの北谷さんも楽天の。 あの、ショッピング、ショップの売り上げを増やすためだろうとか言われて、<laughs> 本当かわいそうだったんですけれども。新経済例面、ちょっということで、日本の未来戦略ということで、様々なアンタルプレーナーの方々、そして、政治家の方々も入ってですね、日本の未来こうあるべきだという書籍を発刊させていただきました。一番の民でできることは民にと。はいえー、本当にね、そうだと思うんですよね。 日本にアメリカから帰ってくると、羽田空港で抗原検査っていうところで、やたら紙が20枚ぐらいあって、場合によって5時間ぐらい待たされて、何なんだこれはと、うん。<laughs> まあ結構不機嫌そうですよ、しかもやってる人たちが。<laughs> そうですよね。<laughs> 俺にやらせてくれたら20分で終わるよと思いつつ、ワクチンの初期域接種もそうですし、まあいろんな意味で、え民間がやった方が圧倒的に効率的なことはいっぱいあると。 いうふうに思っているので、まあ、この民でできることは民に、まあ、いわゆる、えー、小さな政府、パワフルな小さな政府っていうのがいいんじゃないかなっていうのが、新経済連盟の、えー、一つの大きな方針ではあります。この、国民全体が未来の方向性を、えー、感じられるというか、考えるとか、そういうふうにしていかなくてはいけない、まあ、そういう啓蒙活動もですね、 新経済連盟の一つの大きなミッションなのかなというふうに思ってます内閣総理大臣の岸田文雄です私が感銘を受けたのは議論することを恐れず信じた道を粘り強く主張し実現へと突き進む皆様の姿です まさにそれこそが神経連がアントレプレナーの経済団体であることの証だと私は確信しております。もし神経連の存在がなければ、この10年間に日本は世界にさらに大きな遅れをとっていたことでしょう。今では IT 系のスタートアップだけでなく、大企業を含む多様な企業が加盟する神経済連盟が 10年間の実績を土台として、今後、一段とその影響力を高めていくものと期待しておりますこの10年間を振り返ると、冒頭私たち、自民党のデジタル本部、初代平井大臣が本部長の頃から、デジタル庁なるものが必要だということをずっと、神経連の皆さんのアイデアをいただきながら議論をしてきました。 そして満を持して昨年9月1日にデジタル庁が立ち上がったそのプロセスのパートナーにいつも新経列の皆様がいてくださったなということを思い返しています My good friend, Mickey Mikatani, and a group of like-minded entrepreneurs founded Jane n years ago with the idea that Japan needed a new business association dedicated to promoting the growth of new industries and new businesses centered around the profound advances In digital technologies that are changing the world today in real time. That was an important vision a decade ago, and it's even more important today as a vision for the future. Jane Members includes some of the most innovative and progressive companies here in Japan, companies that are leading the way forward toward a better digital future that's more inclusive. Congratulations. To all of you on Jane's 10th anniversary. Mikitani san, how are you? ka? I just want to congratulate you on one, once again this amazing event. Saying, you know, I love speaking at it so many years ago, and I love seeing you in Japan just uh, a couple of weeks ago. We're confident in your leadership to continue to improve the state of the world. Thank you for everything you're doing. Domo goze gozaimashita, and I look forward to seeing you very, very soon. Aloha. At the event, an award ceremony was held to acknowledge leaders pioneering their industries in the business and management areas. 木口様が創業したエネチェンジ株式会社は、ビッグデータ、AI を駆使した電力データ分析や予測モデル化で、すでにエネルギーテック領域のリーダー的存在となっています。三谷さんにごまわせるわけじゃないんですけど、あの新経験頑張りたいなと思っております。<laughs> あの昨年あの、八峰さんにこそご紹介いただいて、であの吉田理事にと一緒にです、ね、カーボンニュートラルグループというのを今やらせていただいています。今、これ、ウクライナ問題で資源エネルギー価格が高騰していて、電気代が高騰していて、今、まあ、それこそすべての製品が値上がりしているという状態ですと。で、今、ヨーロッパは何が起こってるかというと、まあ、改めて再エネ大事だよねと、やっぱり日本も当然そうなると思って、そうだよなと思ってたら、 なんかガソリン補助金1兆円と。意味がわからないなと思って。で、私ちょっとこの後実は自民党の,あの部会であのプレゼンさせていただくんですけども、一応まあ上場企業の社長だっていうので一応聞いてくれる立場にはなってるんですけども、とは言いながらやっぱりピン芸人の息を出てなくてですね。これはなんかやっぱりその神経連という名をまあ入れさせていただいてカーボンニュートラルという形でやっていくと。しっかりと整理をしていけば、 Talk sessions were also held starring female and young entrepreneurs. They were joined on stage by members of Jane's board of directors who offered them advice and provided comments in support of their proposals. Following the talk sessions, the association held a press conference. Next,

えー、そしてその IT を組み合わせをして、まあ、今やです、ね、私はあの、は新経済連盟の平会員ではございますけれども新、新経済連盟の皆様の活躍の場が広がるように、えー、政府とまあ日々ですね、いろんなあの活動をしてございます。これからも新経済連盟様の発展とともにです、ね、私も微力ながらお手伝いをさせていただく所存でございます。 メッキー ended the event with a final message あの過去を振り返りながらですね未来の方が重要でございますので、えー、また日本の経済がですね世界に輝きを放てるように、えー、労を押しまずいろんな活動を続けていきたいというふうに思っています、えーまあ、それを行う上においてもですね皆さんの力を合わせないとなかなか難しいなというふうに思っておりますので、えー、引き続きご支援ご鞭撻。 またご指導、えー、本当によろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。